はい、こんにちは。宮城県仙台市にありますヘアサロンウィングの小野寺慎です。今日はメールをいただいた質問に対してお答えしたいと思います。私のいつも YouTube にアップしている後ろの書なんですが、実はこれは書ではなく絵なんだそうです。この作品を描いている佐久間勝人先生が絵の作家さんです。絵描きさんが描いた絵のバランスで描いている書なので書とは言わないそうです。でも素晴らしい作品だと思っていつも飾らせていただいています。この意味はもう文字通り一子一堂、一堂一子、一つ思ったら一つ動く、一つ動いたら一つ思う、動いたら考える、考えたら動くという意味だそうです。とても大切にしている言葉です。うちのお客様も大変気に入っていただいています。他にもですね、うちのお店にはいろいろと絵が飾ってありますので、ぜひ仙台にお越しの際はお立ち寄りください。宮城県仙台市にありますヘアサロンウィングの小野寺慎でした。ありがとうございました。